ごめんね、リキ君。遊びに付き合ってくれてありがとう。今日という一日をありがとう。好きになってくれてありがとう。これがこの世界の去り方。あれ、泣かないつもりだったのに。私はこんなに、リキ君もこの世界も大好きだったんだ。この優しい世界でリキ君と同じ時間を過ごした。私の青春、精一杯リキ君と駆け抜けた。ありがとう、リキ君。時が止まればいい。サヤが生きているこの一瞬をいつまでも生きたい。永遠に。時戸です。直江です。これ落ちてました。直江くんね、ありがとう。そうよ、寝てたのよ。僕の好きなサヤ。あなたの想像通り無防備に眠り込んでたのよ。大好きなサヤ。よっしゃ、取った。嘘よ、見たわ。見てないよ、そんなには。そんなにはってどういうことよ。目を閉じて。どうして。たとえここが戦場でも、そうするのがルールだから。ルールなら仕方ないわね。どうか僕たちにこの一瞬、その永遠をください。サヤ、いつかわからない、ずっと前にもそう呼んでたような気がするんだよ。よ、起きたか。ねえ、京介、僕には大切なパートナーがいたんだ。ああ。でもいなくなってしまった。そうか。俺の方は闇の執行部の連中が出し抜かれたという話を聞いた。追跡中だった要マーク人物、時戸沙耶というスパイがまんまと逃げたらしい。逃げた。リキ、亡くなっていたんだ。闇の執行部が所有していたタイムマシンがなくなっていた。俺がそう言ったら信じるか。何者かが乗って逃げた痕跡があったらしい。僕らはもう出会っているのかもしれない。私生きてる。そんなバカな。俺、小さな手だな。起きたかい、アヤ。どうした、夢でも見てたのかい。とても長い夢だった。地下の迷宮を探検して銃撃戦するんだよ。私にはパートナーがいて、その子が私に恋しちゃうんだ。私も好きだった、大好きだった。アヤの初恋かな。またあの子が来てるよ。こっちに戻ってから毎日遊んでる男の子。お父さんの予想ではアヤのことが好きなんじゃないかな。ほら、早く行きなさい。